より良い沖縄を次の世代へ、共に手を取り明日へ、つなごう沖縄プラス。みかんって。北谷町出身のマトさん、2歳になる子供を女性2人で育てています。パートナー自身はやっぱりもう家族を築きたいって思いがあったので、付き合う前にそれを言われました。やっぱりレズビアンの自覚がずっとあったので、あ、なんか女性同士でもそういう選択をしていいんだっていうふうに思って。マトさんとサツキさんは知人の男性から精子提供を受けることになり、彼のご両親へ挨拶に行き、時間をかけて関係づくりをしてきました。出自を知る権利はもう本当に確保しておきたいっていうふうに思ったし、子どもの成長とかを喜んでくれるような人であってほしいっていうのがもう最低の条件で、その条件をもとに、精子提供は者は探していますね。1年間の妊活を経て出産しました。しかし日本では法律で同性の結婚が認められていないため、書類上ではシングルマザー。 SNS では心ないコメントも寄せられました。子供のこと考えてないとかって言われても、めちゃめちゃ考えてきたし、いろんな想定をして今ここにいて、関係性もそうだし今後のこともそうだし、なんかこんなに考えて結婚したのって本当に他の人にも言いたくなるぐらい、ちゃんと考えてきた。今後は同じ境遇のカップルのサポートをする環境づくりに取り組みたいと語るマトさん。マトさんの活動は SDGs の目標の一つ、誰もが生きやすい社会の土台づくりにつながっています。マトさんは男女のカップルだけでなく、多様な家族が当たり前になる未来を願っています。今前